はい、どうも、ジェバシーと、ミクです。はい、とさ、本日はですね、また予約開始の動画を撮っていきたいなと思います。はい、今回は、ネンドロイドドールですね。はい、初ミクデートコーデバージョン。うん。これ、あれ、確かあれですよね。なんか衣装を募集してたやつだよね。うん。そう、これ。投稿サイトピアプロで募集したハートを射止めるデートコーデをテーマに、モズ氏が書いた初ミクをネドロドルで再現いたしましたのやつですね。うん。まあ、それなミクちゃんが予約開始になりました。ネンドロイドドールですね。うん。こういうのでだいたいネンドロイド出てくるパターンの方が多いんですけども、はい。さて、じゃあちょっとね、細かく見ていきましょう。衣装に関しては帽子がついてくるタイプっていうことで、うん、ドールでは、ミクちゃんでは初めてかなって感じですね。うん。はい、まあ、こんな感じになっていると、ミクちゃんの特徴であるツインテアそのままに、衣装はもう完全にオリジナルっていう感じになってるね。うーん、悪魔がイメージになってるみたいですね。うん、手でハート作るのかわいいね。これは多分ネンドロイドでも使えると思うし、従来のね、発売されたドールでも使えると思いますので、ミクちゃんとかリンちゃんとかそれを、これをね、することができるんじゃないかなと思います。今回は衣装単体での販売もあるみたいなんで、うん、ミクちゃんだけじゃなくて他のキャラにも、つけることができるよっていう感じになってますね。うーん、なるほどね。今回この帽子は布製っぽいけど、普通に頭にかぶせるだけでいいのかな。だとしたら楽でいいんですけどね。はい。さて、価格の方が、9500円税込みという感じになっています。今アミアミさんで見てるんですけども、価格は8070円ですね。他にもですね、じゃん、こちらが、アニメイトさんなんですけども、 20% オフされて7599円という感じ。あ、税込み9500円なんだ。あー、なるほど。じゃあアミさんの方、あ、そっか、税込み9500円ですね。税込み9500円で、Amazon さんの方でも予約受付しています。8898円のこちらね。うん、まあいずれも定価より安くなってますので、うん、まあ、どこで迎えてもいいんじゃないかなとは思います。はい、なるほどね。僕はいつもと闇闇さんでやろうかなと思うんですけども。うん。いや、まあ、可愛くていいんじゃないかなと思います。うん。これであれだよね。まあ、なんか、デートしたいなっていう時にミクちゃん連れてってくっていう感じでもいいのかなっていう感じがしますね。外で撮影するときとか、今もう暖かくなってきましたからね。うん、まあ、こんな感じでもいいんじゃないかなとは思います。長袖だけども、半袖っぽいものができるっぽいしね。半袖なのかな？長袖だよね。うん。まあ、どこお出かけするにしても、似合うんじゃないかなと思います。はい、リンクはじゃーん、はい、こちらグッドスマイルオンラインショップさんがありますんで、はい、こちらの方のページね、URL を動画の説明欄に貼り付けておりますので、気に入った方ぜひチェックしてみてください。ちなみに発売日が来年の3月なんで、まあほぼ1年ですね。ってなっております。はい、じゃあ来年の3月頃にね、来るみたいなんで、またその時にね、来たらレビューしてみたいと思います。はい、うん、じゃあとりあえずこんなもんかな。はい、じゃあというわけで紹介したのがシートミクでした。はい、またねー。またねー。ミクとミンとバシーからお願いでーす。チャンネル登録、グッドの評価、お願いします。Twitter、Instagram もやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バッシアと、ミクと、ミン、チャンネルを、お願いします。